大塚耕平でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。所信では憲法改正にも言及していますので、憲法と自衛隊の関係についてお伺いします。国民の生命と財産を守ることは国家として当然のことであります。もちろん私たちも自衛のための自衛隊は合憲の立場です。総理は憲法に自衛隊を書き込むことについてたびたび言及し、5月3日の全国紙のインタビューでは自衛隊を合憲化することが使命と発言しています。総理に伺います。私たちは自衛隊は憲法に書いてあろうとなかろうと合憲の立場です。総理は自衛隊を違憲と考えているのでしょうか。お答えください。仮に現状でも合憲とのご認識であれば、合憲の自衛隊を憲法に書き加えることで何が変わるとお考えでしょうか。自衛隊を書き加えることで自衛隊の存在や行動にどのような変化があると考えているのか、ご答弁願います。森友・加計問題にとどまらず、 PKO 日報問題を含む多くの懸案に対して総理の情報公開や説明責任に対する後ろ向きの姿勢、民主主義を破壊するかのごとくの姿勢は目に余るものがあります。その総理が謙虚をたびたび強調する姿は少子千万と言わざるを得ません。私は民主主義を重んじる勢力と民主主義を軽視する勢力との対立こそ、現在の日本、これからの日本に求められる重要な対立軸であると考えます。次の総選挙においては民主主義を重んじる勢力を結集し、国民の皆さんと国会に対し十分な情報公開を行い、十二分な説明責任を果たし、拙速な議論や傍若無人な国会運営をすることのないより民主主義的な政権を打ち立てるために全力を尽くす所存です。東日本大震災からの復興、原発問題の取り組みをはじめ、国会においては山積する課題について政府・与党の皆さんと真摯かつ建設的な議論に努めるとともに、民主主義を重んじる勢力の結集のために粉骨砕身努力することを誓いつつ、代表質問とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。大塚耕平議員にお答えいたします。代表に就任されたことをお喜びを申し上げます。ぜひ建設的な議論を進めていきたいと思っております。憲法改正についてのお尋ねがありました。昭和29年の自衛隊法制定により自衛隊が設けられて以来、政府としては一貫して自衛隊が我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であって憲法に違反するものではないと返しています。これは選挙戦においても討論会で私は一貫して述べてきたところでございます。他方で近年の世論調査でも自衛隊は合憲と言い切る憲法学者は2割にとどまり、多くの教科書に合憲性に議論がある旨の記述があるという状況があります。自衛隊員たちに君たちは憲法違反かもしれないが何かあれば命を張っているというのはあまりにも無責任であります。そうした議論が行われる余地をなくしていくことは私たちの世代の責任ではないかと考えております。憲法改正の内容については私は今内閣総理大臣として答弁しており、自民党が検討している改正案についてこの場でお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、自衛隊の存在が憲法に明記されることによって自衛隊の任務や権限に変更が生じることはないものと考えていることは明確に申し上げておきたいと思います。保守とは何か、守るべきものと改革すべきものについてお尋ねがありました。保守とはいわゆるイデオロギーではなく、日本及び日本人について考える際に自分の生まれ育ったこの国に自信を持ち、今までの日本が紡いできた長い歴史をその時代に生きた人たちの視点で見つめ直そうとする姿勢であると考えています。先人たちが積み上げてきたものの重みをしっかりと感じながら、日本の大切な文化や伝統といった守るべきものをしっかりと守っていくべきと考えています。しかし保守と改革は矛盾するものではありません。大切なものを守るためにこそ時には勇気を持って変えていくべきこともあります。常に変革を求めていく気持ちこそ大切なものを結果として守ることにつながる、それこそが私が考える保守であります。いずれにせよ質問時間の配分自体についてはまさに国会がお決めになることであり、内閣総理大臣の立場である私から答弁することは差し控えさせていただきたいと思います。